画面の中央に描かれたデューラーとコンラート・ケルティス。画面の右下に描かれた馬上の人物と指示する記人。1万人のキリスト教徒の殉教は、ウィーンの美術史美術館に所蔵されているアルブレヒト・デューラーによる1508年の油彩画。この絵には、無数の裸体や着衣の人物たちが描かれており、最初はあたかも探し絵のような印象を与える。風景の中には、 不死暮れだった樹木や密林のような植生が描き込まれており、デューラーの作品としては異例なものとなっている。描かれているのは、120年頃の出来事とされる1万人の殉教者の拷問と処刑の伝説に基づいた1万人の兵士たちの殉教の場面である。殉教者たちは、あるいは斬首され、あるいは貼り付けにされ、また、骨を、きついで粉砕されている。 列を成した人々が岩山の上に追い立てられ、深みに追い落とされている。画面の中段左側では、処刑人たちがミトラを被った死境に近づいており、右側には僧霊に飾られた馬上の人物がいて、その手前では彼に従う鬼人の一人が諸々指示を与えている。画面の中央に描かれた二人の人物は、周囲で起こっている恐るべき出来事からは、切り離されている。 ここには作者、デューラー自身が老齢の男性と共に描かれており、それが誰かは明確にはされていない。一説によると、この人物は人文主義者の詩人で1508年にこの作品が完成する少し前に亡くなったコンラート・ケルティスで信仰の証人として立ち会っているとされる。この二人は別の時代のものであり、 起きている出来事を議論の余地のある形で眺めている。デューラーが棒の先に掲げているカルテリーノには、イーステ・フェイシャバット・アノ・ドーミ1 5 0 8アルベルト・ドゥラー、オリーマノのゴクと、彼のモノグラムが書き込まれている。歴史的背景となっているのは、アルメニアのアカティウスと配下の9000人の兵士たちが、ローマ皇帝ハドリアヌスと協力して当たった、反乱の鎮圧であった。 天の光に接したアカティウスは兵士たちともどもキリスト教に改修した。彼らはハドリアノス抜きで反乱を鎮圧した。ハドリアノスは大勢の兵士たちがキリスト教に改修したことを知ると、自ら蛮族の長たちと結び弱体化したアカティウスの軍勢を捕らえしまう。さらに、改修したばかりのキリスト教徒たちが信仰を捨てず、殉教も辞さないことに感銘を受け、 皇帝配下の者たちの中からさらに千人が洗礼を受けた。彼らもアカティウス配下の兵士たちと共に倒され、張り付け、串刺しにされたという。この話は史実として確認されていない。しかし、アカティウスは特に十字軍に参加した兵士たちから厚く信仰された。他の説では343年、シャープール二世一下のペルシア帝国において、 セレウキアクテシフォンの大司教と100人の司教たち、さらに多くの聖職者たちが処刑されたキリスト教徒への迫害の中での出来事であったとされる。この虐殺の話は、デューラーに異常なまでに歪曲された表現を提示する機会をもたらした。デューラーがこれほど多数の人物を配置した作品は他にはない。画面の構成において彼はあらゆる手持ちの課題を書き込んだ。 デューラーが画面に描いたのは1万人ではなく60人の殉教者たちと数人の迫害する側の手下たちであったがこの作品は彼の作品の中でも最も多く人物が描き込まれた絵画の一つである。美術史家ハイン・リヒ・ベルフリンは1905年の著書アルブレヒト・デューラーの芸術に次のように記している。デューラーが このような画題を取り上げたことは残念なことだ。私はこのような不正義が恐ろしい。画家は長期間にわたり献身的にこの絵に打ち込み、その作品を気に入った。デューラーはこの画題を、裸体、動き、短縮、絶対的な富、大きな空間を縮約された視野で捉え直す。対処方法と純粋に芸術的な側面から取り上げた。キンドラース・マロレイ・レコンは、 この作品について次のように記している。1508年に完成したこの代表作にして不思議な作品は色使いも固くありとあらゆる殉教の姿を生々しく描写した残酷なまでの聖地さは現代の鑑賞者にとって楽しく眺めることが難しい。デューラーにより1496年頃に制作された1万人の殉教の規範が 一万人のキリスト教徒の殉教という主題は中世後期の美術ではほとんど取り上げられていなかった。しかし、デューラーはすでに1496年、1497年には木版画で一万人の殉教を制作していた。この作品を制作した直接のきっかけはおそらくはビッテンベルクの城教会に設けられたザクセン先帝公フリードリヒ三世の 生物コレクションに収めるために制作が移植されたものと思われるが、この教会にはアカティウスとエルモラウスの指揮の下でキリスト教に改修した1万人の兵士たちの遺体も収められているとされていた。デューラーはフリードリヒ三世から1507年にこの作品の制作を移植され、280ギルダーを受け取っていた。この作品を移植されたのと、 ほぼ同時期にデューラーはまた別の対策となったヘラ祭壇画の注文をフランクフルトの織物賞で市長だったヤコブ・ヘラーから受けた。デューラーの1万人のキリスト教徒の殉教にはヨハン・クリスティアン・ループレヒトが1653年に制作した模写があり、ウィーンの美術史美術館に所蔵されている。ありがとうございます。